こんにちは、タコです。本日は、止まるな危険で、ワンフレームダイブ、やり方解説していきたいと思います。ワンフレームダイブっていうのを皆さんご存知でしょうか？というのも、これできたら本当に最強なんですよ。最強技なんですよね。なんですが、すごい難しいんですよね。やってみます。ジャンプダイブして着地するときにこんな感じで、やらかしたね。やばい。まあ、死ななきゃいいですけど、ジャンプダイブして着地するときに、床に触れた瞬間にダイブすると消えないんですよね。いわゆるワンフレームダイブってやつね。そう。着地したワンフレームだけ、触れたときだけ消えないんですよ。エキサのタイルってね。スペースとかもそうですね。リングとかも。まあ、リングは、実用性ないですけど、スペースとかヘキサはね、めちゃくちゃできると強いですね。次は、もうちょっと下に行って、やってみたいと思います。本当にこれむずくて、多分世界でね、安定してる人は誰もいないと思う。日本代表の人でさえ、まあやってる人はいるけど、全然安定はしないって言ってましたね。その、触れる瞬間に、できてないんだよな。むずいんだよな。こんな感じ。いや、できてない。こんな感じですね。いや、できてないんだよな。なんか、2回に1回ぐらい自分、できんの、ミスってんだよな。ほら、できてるけど、次のマス壊しまくっちゃうから、これめっちゃ強いっすよね、できたら。安定したら。コントロールもむずいし、うん。これ練習してる人いますかね？これもう、多分ね、最大耐久の完成形なんですよ。これができれば本当に最強、多分。最後の、ジャンプダイブ耐久、絶対勝てるもん。マスターしたらね。でもただ今世界に、俺が確認してる中で世界で、安定してできる人は誰もいない。そのぐらい難しい。ただこれを完成したら多分もう、ヘキサマスターっすよ。さあ、ファイナルですね。まあ、ワンフレームダイブね、実用的な使い方といえば多分ね、最下層の最後の島を作ったジャンプダイブ耐久勝負の時だと思うんすよね。まあだから、もうね、上の層からまあやってもほぼほぼまあ意味ないんで、まあ最後できればめちゃくちゃいいよねってところでね、そこうまくね、使えれば本当に強い。例えばでもこういうところもね、いやーでも微妙か。こんな感じでね。あ、いいね。めちゃくちゃいい。いや、惜しい。めっちゃむずい。いや、そう、やらかすと、まあ、ほんときついですよ。だから、まあどうなんだろうね。やっぱ最下層だよね、使うとしたら。はい。ちょっとここ降りてくるね。で、掴んで、いいっすね。で、ここで超島を確立したんでちょっとやっていくか。いや、無理だな。いや、事故るよね。ちょっと広いところでやる。怖いんで。まあ、基本はこのジャンプダイブ耐久が安定してかつ最大耐久になるんで。これをね、まあ、一番最初。いや、2マス踏んだら意味ないんだよな。ジャンプダイブ耐久を綺麗にできることが、やっぱ最初の目標、初心者さん、からしたらね。いや、普通にやった方がいいな、これ。ちょっとむずいんだよ。ちょっとやってみるか。いや、そう、こうなるから、あんまりやんない方がいいんですよ。まあ、だから、本当に上手くなって、なんだろう、でも自分でも全然安定しないからさ、これおすすめしようって思ったら、あんまできないんだよね。まあ、これは余裕だな、ちょっと。これは余裕っす。ちょっともうちょっと極めたいよね。ナイス。さあ、本格的にね、ちょっともう一戦練習してやっていきたいと思います。相当ね、やっぱね、連動は必要。この技は。ごめん、できない。できない。まあ、できるけど、広いところだと他のマスも踏んじゃいそうだから、こう戻るね、キャラコン、必要だと思う。押してますよ。いや、ダメだな。ちょっと練習させて、君たち。君たち、やば、フィジカル。打ち上げられたわ、今。さあ、ここからやっていこう。うまい。うまいけど、二マス済んでんだよな。いや、できてねえわ。くれ。ください。ダメだ。マラソンになる。強。ナイス。ちょっとここでやっていくか。終わっちゃったやん。さあ、もう一戦。2ラウンド目か。やっていきます。ちょっともうちょっと下降りた方がいいね。降りまくって、練習します。3層目だったら一緒。いや、めっちゃいい。
いや、ダメ。めっちゃいい。めっちゃいい。ナイス。いや、ダメ。それ下手じゃない。ナイス。ナイス。ナイスだけど3マス踏んだらマジで意味ない。これ、この技でね、でも、かなり昔からあるんですけど、なんか、モサでもあんま手踏み出さないですよね、なんか。本当に。めっちゃむずいから。いや、でもめっちゃいい。いや、ダメだ。ひどいな。むずくない？ワンフレームしか許されないからさ、うまい。いや、消えてる。いや、ダメだな。オッケー、ナイス。いや、君たち、君たち、やめて。いじめないで、私を。ここもワンフレームで。うまい。オッケー。ただ一回できたところって感じなんですよ。ここもやっていこう。いや、ダメだ。いやー、死ぬ。ちゃんとやろう。最下層はちょっとちきります、私。オッケーオッケー。ちょっとでもファイナルでうまく使いたいね、これは。さあ、ファイナルですね。ファイナルで実践的に、本当に使っていきたい。ミスったけど。やっぱね、序盤でもまあ使えるっちゃ使えるけど、島を確立してからですね。島を独占してから、やった方がいいですね、本当に。事故るんで。さあ、ちょっと実践的にやっていこう。ちょっときついな。序盤きついっす。いや、でも、来るんか？君瞬間移動しなかった、今。落ちたと思ったんだけど。マジか。ということで、マラソンくん、やべえ。相当きつい。まあ、序盤はいいんすよ。この終盤の大事なところで、もし耐久勝負で、こっちが枚数不利だった時に、ワンフレダイブができたら、最強なんですよ。最強だから、そこでやっていきたい。ちょっとあの子めっちゃ走る。あ、やっちまった。でも、テンションが。モチベ終わった。モチベ終わったけど、あの子瞬間移動すんだよ、マジで。怖いわ。ん？あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。それはやばい。いや、掴めないし、あっち行きたいけど、フィジカルで 3.5 許されなかったから。めっちゃ走るやん、みんな。いやー。このマスしか使えないんだけど。よいしょ。しかもこれもミスるっていうね。いやー、どうしよう。地味に美味しい島を取って、これで、この枚数で勝負していきます。ここでやっていこう。ふっ、いいよ。あ、終わった。マジかよ。これは無理。向こうに幽閉させて、後ろいないよね。オッケーオッケー。危ねえ危ねえ。これは勝ちです。これは間違いなく勝ちなんだが、いやー、3マス潰す。ダメだ。ひどすぎる。よいしょ、OK。いやー、あかん。ちょっと待ってね。練習させて。終わっちゃった。まあ、いっか。まあ、やり方は伝えられたと思うんで、皆さん、やってください。私はちょっと、これやってみたけど、全然、できないんで、諦めます。皆さんは、たくさん練習してね、ワンフレームダイブ安定させて、もうヘキザね、最強の名を、得てください。頑張ってください。それでは、ありがとうございました。バイバイ。いや、無理だ。